さあ始まりましたジョックロックプレス。ジョックロックの福本優勝です。裕次郎です。ニューエイジニューネタライブラストファイナルグランドゲストマーティー。喋ってください。これがもう本当に最後の動画です。いやーそうですね。最後ですね。最後ですね。ですね。僕らからしたらさ、マーティーからしたら全然2本目やけど、いやまあ、したら18本目。すごいっすよ。すごいっすよ。いやーでもこれでかなり数を稼がせてましたよ今回。正直喋ることがかなりなくなっていたので、大助かりということで。ありがとうございます。まあでもやっぱマーティーの、はい、まあ学生時代とか。その辺のことを、まあ、その辺聞いてないかもな、やからどういう感じの人間やったかみたいな。どんなやつか確かに、うん、どう新平は僕ですか、うん、学生時代まあまあオリジンというかどういう人間としていじられキャラやったとかそれはないっすねいやでもなんか小学校までは、うん、結構その陽キャというか、それこそ小6の、うん修学旅行の時に、うん、こう部屋決めをするってなった時に、うん、あの僕と誰が同じ部屋になるかじゃんけん始まったんですよ。その一人おるよなそういうやつ。男子人気が。でもなんか中1中2ぐらいから、うん、そのなんかちょっと、まあ、ちょっとなんか。おもんないなこいつらみたいな。あお前が早っ隣だし中学でなんかおもろいやつ少ないなっていうので少ない絡みが少なくなってってそのまま高校ももうそういう感じで尖って、はい、でも高校はもう受験勉強沸かしてだから結構く暗い人生ではありますよその暗すぎるって人生ではありますよ、ね、なんか輝かしい学生時代とかではなんかこの NC ってやめて意味わからないいやでもいや俺もまあ言って、まあ、その小6まで陽キャだったか知らんけどさ、はい、まあなんか暗い学生生活送ってたんやろうなと思っててんけどさ、はい、それこそラジオとかでようなんかいやまあその時まあ20歳ぐらいの時まあその彼女とかなんかどこどこ行ってみたいなやったら彼女の話が出てきてなんかムカついててこいつなんかモテてる感じとかしてるやんみたいないやそのあんまり一人と長くっていう感じやから二、うん、人三人とかですよいやでもなんか全部自分から振ってるとかなんかあ振ってるってその別れを切り出してるみたいな。ああそう全部自分から別れを切り出してるみたいな、なんかそんなやつか。そんなモテるお前。なんか気難しそうでさ、なんか女の子に対しても全然優しくなさそうや。いや女の子にだけ優しいですよ。ほんま優しくしといたら、優しくしといたらいいんだよ。ほんまいやいや嫌やな、嫌やな、なんか嫌やなっつった。優しくしといたらいい。嫌やな。そんなやっぱ初めて彼女できたのいつなんそれ。いやでも大学1回ですよ。あもう大学から結構デビューじゃないけどもうガンガン行き出したんじゃん。そうですなんか大学なった時に、うん、そのこのままの人間性じゃあかんのかなっていうのはおおちょっと早いなちょっとあったんですよ、うん、なるほど閉じこもってるというか、まあ、確かになだから意を決してそのバイトするじゃないですか大学入ったらまず何のバイトしようみたいな、うんうんうん、楽しいねでそれで1個目に選んだのがあの個別指導塾やったんですよ、うんおお、かしけもう、是が非でも、なんか、嫌顔でも、喋らなあかん、うん、いや、確かにな、なるほど結構ハードル高いバレてるな、確かにで、その緊張して面接行ったんですけどその、同志社大学法学部法律学科ですってお、これ、紙出した瞬間に、いつ入れますかって言われましたおブランド力すごいこのブランド力すごいなめっちゃシフト入れるやつみたいなあもう採用されてんじゃんあ、僕いつから入れるみたいな感じだったさあそこでもう結構人とのコミュニケーション能力を磨いたみたいなそうですね1年間はやりましたねへえそこで彼女できたわけではない別にその塾は関係ないですね大学みたいな大学だねサークルとかは確かに全く入ってないんですへえ彼女はどこのいやもう全然関係ないですね外の外の、はい、どうやって外と付き合うんですか外と無理やん地元とかでもなく大学の外大学の外いや大学の子でもないですよええどうすんねんそれ無理やんのお前嘘つくなナンパとかじゃないいやまあその共通の友人みたいな感じですあなるほどそんな共通だってもう何も入ってなかったですかねサークルもうんその友達はその学生の時他の高校ですかそうですねもともと友達の
そんなもんガリ弁としか友達じゃないやん。それに関しては、でも新平からちょっとアタックして、しっかり行った。いや、でもなんか、このなんか遊んでて、なんか、今の腹立つな。何やねん、今のトーン入るんすか。何やねん、今の。何やねん。付き合ってくださいとか、そうだ、ないじゃないですか、学生時代別に。いや学生時代こそ、学生時代こそ、告白とかその学生しかないやん、そんな。いや、なんかもう付き合ってるやんか、みたいな。こいつ腹立つな、このスタンス。ずっとなんか透かしてるというか。透かしてるやん、お前。透かしてないっす。ほんまか？なんなんそれ？なんなんそれ？モテてるみたいな。モテてはない。なんかほんま学生時代のやつとかちょっと読みたいな。ほんまかどうかね。嘘でしたよ。うんこまんでしたよ。じゃあまあ順風満帆か。お笑いはどうなんそれ？どこで目覚めてるのかなっていう。もうじゃあ中学ぐらいで目覚めてたちょっと。いやなんかその人よりはおもろいなっていうのは別にもう小学校ぐらいからずっとあったけど別に興味なかったですよやるとかは。ただその何もなくて大学時代やりたいこともベタっすけどでなんとなく就活もしてまあもうやっぱなんかエントリーシートとかはバカみたいに通るんですよやっぱ学歴と学歴と文章力だけで面接始まった途端にやっぱりもう何もないから、ね、ああ確かにそのいるもんなやっぱ嘘みたいに言ったあかんこととか言ってもらうんですよ面接とかでえどういうこといやそのなんか英語得意やったんでテンプレですけどまあ海外でも事業を展開してるからいいと思いましたとか言ったらなんかえじゃあ留学とかしてたんですかみたいな、うん、いやしてないです、うん、あなんでされなかったんですかみたいな、うん、でそのいやそのしたいと思ってしできるわけじゃないですそう留学ってまあまあまあ、ね、したいと思ってすぐできないのでしてないですって言ったら、うん、あの帰っていただいて結構です、そこまでいやそんな何が分かんかったのいやまだ気づいてない絶対あかんって嫌な言い方したやんもん、ね、いやできるのめっちゃ冷たいなと思って分かるでしょ言い方したやんほんまのこと言っただけなんですけどほんまのことあんま言うなよ面接でそうねそういう嘘をつけなかったいやそうですよ、ね、そうですあのそうですよ自分を、うん、自分に嘘をつけなかったように言うなもんなんかやめろやでもだからどうしようってなって卒業大学卒業間近ですよもうやばいよそもう NC 行こうみたいな、いやいや急すぎるってまあおもろいし行けるかなあーあーなるほど、まあ、やりたい欲はちょっとあったんやこういうやつが入り方じゃないけどな確かに、まあ、確かにめっちゃ陽キャのやつが「俺行けるっしょ」って入ってくるの分かるけど、うんまあ、その感じで入ったから逆にやめてもうたんだ一回ああまあでもそうですねなんか時折リピート五臓六腑とかやっぱ、うんブイブイなってたんですよ、在学中継ですね。だまあでも辞めた理由端的に言うと、うん、その大して努力もしてなかったのに、うん、あの尖ってすねて辞めただけです。ほんまに。あ端的に言うと全部自分がある。全部自分がある。そこまではまあ分かるけどさ、はい、なんでもう一回入ったの？すごいすごい情熱やそうです。そうです。なんか1年半働いたんですよ、うん、そこから、うんうん。バイトしてるみたいな。そうですね。うん、やっぱ面白くなくてその。ああ、でも金使うこともなくて、うん、ただただ金は貯まっていくし、うん、でもう一回やっぱ入ろうかなってなった時に、うん、40万貯まってたら入るでしょ。あ、まあ、確かにね。そのもう一回入ろうかなってなかったら、あれですけど、もう口座みたいなあるから、ね、山ほど山ほどあった。それ確かに入るかもね。いいやろ。それはそうや。いいね。意外と暑いな。うん、変な暑さがあるな、確かに。あ、まあ、そうですね。青い炎というか。屈折した青い炎。ガス臭い炎。なんで臭いのこれ。で、まあ、細谷やったっけ。細、まあ、細、細ね。細、細、細やった。細、細でやってる。細ね。細やついに細深掘りするというか。ごめんな、待たせたね。いや、全然、全然。時間足りないですよ。足りるよ。全然足りるよ。おそはまあ普通にバーっとやってきてで普通にバー入ってバー適当すぎバー適当すぎるってバーメンバーのすごいやバーじゃあすごいや適当にやってすごい
学生時代？いや僕学生時代、うん、僕も普通に明るかったんですけど、まあぽいな。でそのなんかそのこのエピソード学生こんなんやってみたいな喋ったら、うん、なんかちゃうなみたいな、明るいわけじゃないなみたいなたまに言われるんですけど、うん、普通に僕学校行ったら、うん、まあその僕教室3階やったんですけど、うん、小学校あもう中学ですかね、中学校で教室3階やったんですけど、うん、なんか目薬僕机にずっと入れてたんですけど、うん、まあ、それがこう1滴ずつ落とされるんですよ3階から。誰が？え、普通にクラスメイトが勝手に、うん、僕が投稿してきたら、おぉさせやーみたいな、やばいやんけお前みたいな、やばあかんやんとか、もう普通にいじりかそれ。いやだから僕はちょっといじりやと思って、それはこうなったらうわやおいとかやってうえってうえってみんな向けるみたいなとか、僕が学校にめっちゃ田舎やったんで学校に川流れてたんですけど、学校に川、そうなんです、学校に川流れてたんですけど、もろ、どこのもろいよ地元、嵐山、そんなやつおらんって思って、家ないって、家あんねん、行くだけ住んでました、人生まれるとこちゃうでしょ、嵐山でいて、確かに家あるんです、風量すぎるやん、違います、川流れへんやろ、ほんまに剣やったんじゃん。めっちゃいたよ周り。で川流れてて、僕野球部やったんですけど、僕の帽子あれないなと思ったら、もう川から上流から流れてきて。なんで上流からやん。それ上流から流れてくるよ。いやそれ上からなんかボーっと音捨てられてこう流れて。あかんやん。でも僕これいじりやと思ってて、うん、これずっとおもろいと思ってて。うん、それ取ってかぶって濡れてるとか。濡れてねー。一生受けるやん、これが。高校も剣道の授業あったんですけど、もうなんか結構ヤンキーもいたんですよ。でもうヤンキーって剣道も知らんから、もう、まあ、捉えてくるんですよ。全身、あざだらけだって。それはもうさすがにやばいよ。それもみんな、これもやめなって。いや、一個噛んでないから、それに関して。ゼロ距離でやられてるやん。いやそれでももう受けてるなと思って、僕の中では。あ、俺が受けてるなと思ってた。そうです。僕がいじられて返しで受けてるなと思ってて。で、専門入ったんですよ。で、専門って40人クラスで。何の専門学校？医療系の、リハビリ系の専門なんですけど、入った時にもう医療系なんで、結構もう女性多くて。あ、はいはい。40人クラスでもう30ちょいが女性。32とか女性で、すごい。8人だけ男子だったんですよ。おでもそこがもうおもんなさすぎて、あ、男子がおもんないし、もう女子もやっぱこう、まあまあ、何を言ってるか全然わからなくて、それわかる、わかる、やっぱりその喋ってる内容が別にそのコスメとかってこと、いやまあそっちもやし、なんかそのどっちかというとオタク系の子多かったんで、ああなるほど、アニメがどうとか、アニメとかアイドルとかのこと言ってたんで、ほんまにわからなくて、あ、これダメやなと思って、うん、でその専門行った理由、もともと芸人なる前におかんに言ったら、うん、ここ入る時に言ったらそのとりあえず専門は行ってくれみたいな。なんか珍しい、ね、とりあえず専門行かされて。就職するしかないやつ。いや、そうなんだ。大卒資格取るやろ。なんか資格みたいな持っといてみたいな。騙されてるだけやつ。ちゃいます。ちゃいます。資格みたいな持っといて。聞いたことない。専門行って、専門だけは出てるって言って。資格じゃなくて、専門出といてって言って。珍しいって、それ。で専門じゃあ行くわって言って行ったんですけど、結局まあ芸人になりたかったんで、まあそのタイミング仲良い友達もちょうどだから唯一仲良かった友達が辞めちゃったんで、まあその友達辞めるタイミングでまあ一緒に辞めた。だからもう学生時代の時にやっぱ俺受けてるわおもろいわってなって芸人になりたくなってたよ、その時。そうっすね、もうちっちゃい頃から、まあ僕おかんだけなんですけど、あの家だから一人ぼっちなんですよ、言ったら。おかんが仕事出たら僕一人、兄弟いたんですけど、まあちょっとでかかったんで、めちゃめちゃでごっつごっつええ感じの DVD だけずっと家あって、それ見てってずっとお笑い好きやったんで、なるほどな。で、まあ、学校で受けてるし、絶対行けるあ、その方程式で行けたんや。そうです。お笑いなりたい、学校受けてる、受けてる、MSC。絶対行けるで、ネタやった、NSC の授業でネタやったら全然受けへん。めちゃくちゃ滑る。最初は誰と組んだっていうか、そのどんな感じやったの？最初、まあ、それもまあ、ややこしいんですけど、僕コンビ入学で。あれ？あ、そうか。そのあれじゃあ一緒に辞めた。やつちゃうその専門、ああじゃなくてあのネットの掲示板で、こんなお前何してんのずっと、ずっと何してんマジで、掲示板、ネットの掲示板で、じゃあ相方見つけて一緒に、社長どっかの福岡の社長と、福岡の社長、福岡で社長やってた、たまにおるけどなんか同期に一人社長みたいな、社長と一緒に、その時のコンビ名何やったっけ、アイスメン、おんな、いやおもんない、おもんないとかじゃない、複数系のアイスメン、アイスメン、アイスマンとかでもアイスメン
でまあそれ入った時にまあまあすぐ辞めちゃって、そいつは借金、結局借金めっちゃ重なって辞めて、社長そっちのもう心配するタイプの社長心配してもそっちリスクはあるからな。でまあ他のやつと組んだんですけど、最終的にもう一人だけ組んだんかな。そいつはまだ続けたりしてるんですけど、まあ、あんま出てないんですけど、で最後新平と組んでそのままずっと8月ぐらいから。それはさ知ってたんですか、41期やみたいな元。あ、いやでもそれも初めだから僕が喫茶店呼び出したんですけど、その授業のエピソードをしてて、おもろいなと思って喫茶店呼び出したんですけど、まあその時はまあ知らなかったですね、喫茶店来てからほんま知りましたね。あんまみんな知ってる感じでもなかったよ、そんなに。いやでも知ってる人は知ってたんですよ。その理由がそのコロナやったから相方探しの会をズームでやってたんですよ。そうやった。しかもコロナやったからって言って、なぜか2年前のキーもアシスタントで、あったあった、そうなんだ。タイムキーパーさんとか、おいマジで、あのソータさんとか、へえ、だからその人らが、いやほんまやばいね、仕切るんですよ相方探しの会、うわとんでもない奇跡起きてるやん、やばい。だからお前なんでおんねんってなって、そこにいた人にはもう、あこの人なんか上の人なんかな、言ったんだよな、そう、まあまあね、ちょっと嫌でした、嫌やな。そう、講師の人とかって黙っててくれんねんな、あれって。あ、そう、そうなんですか。あ、知らん。いや、その一緒やんか、先生、はい、発声の授業とかの人、はい、その人はだって気づいててもう黙ってたとか聞いたけど、俺らの時も元33期のやつおってんけど、でもそれ卒業して2年ぐらい経ってから知ってんのか、はい、で、なんか講師の人にそいつがなんか喋ったらしいじゃん、なんかもう一回入りましたみたいなって、まあまあ言わんといたのかなみたいな。そうなんや。俺らの時期ガンガン言ってたけどな、ルーズビーとか知ってる。ルーズビー、ルーズビーを知ってますもん。なあ、知ってるんや。ルーズビーも41期にいたんで、41期になって連続で42期も通った。いや、なんなんすか、すごいって。連続通い、なんでそんなことができるの。そんな思ったから。で、あ、そうか、それで新平はじゃあ、新平も1人目補走。え、僕2人目ですね。ああ、その解散して、はいはい、それは何月ぐらい組んだ、マーティーは。これがほんまにM1 の再エントリーだ、 M1 に2回出られへん時期やったから、多分8月末とか。そうですね、多分それぐらいです。9月に一発だけ1回戦出てみたいな。無観客やったんですけど、僕は。なるほどね。はい、ネタ飛ばしたんですけど。僕はネタ飛ばして、そのこれもちょっと長なったら申し訳ないですけど、聞いたんですか、その M1 の1回戦現役生ので、なんか無観客やし、まあよう分からんけど、まあ、とりあえず一生懸命やろうと思って、袖とかでなんかこいつが水持ってんのに、水飲んでなかったんですよ。その俺は飲んどいた方がええやろっていう、そう、飲んどいた方がええぞみたいな、いや俺ええねんみたいな、なんかかましてきたんですよ。逆にな、俺は落ち着いてますみたいな。ほんでどうもーって言って出て、ネタ飛ばして、帰ってきた瞬間、多分俺に対して罰悪なったんか知らんですけど、水残ってたやつ一気飲みしたんですよ。今飲んでもええじゃないって言ったら、色はすっきりしたんだ。びっくりしたんだって。めちゃくちゃカラカラなってる。いや、しかもそれもかかってたんで、僕初めての M1、 ずっと大好き終われない M1 で、めっちゃかかってたんで、もう多分新平覚えてないですけど、M1 出る直前に新平の方こうやってやって、うわーやっぱ覚えてないわ、覚えてないやろ。俺こうやってトントンとかやって、あでもこれノーカメラで、ノーカメラめちゃくちゃ滑って、これは覚えてるぞ。あの2人一緒に電車で来たはずやのに、その水の件とネタ飛ばした件がもう気まずなりすぎて、お前申し訳なさすぎて歩いて帰った。めっちゃ遠かったよ、その時。めっちゃ遠かった。マッスルために歩いて40分くらい歩いて反省した。反省して、すぐ、まあ、そうですね、 M1 の時だから組んで、ずっと、はい、そこからもう変わらず、はい、からもう全と明るいか。いや、まあまあ、ほんまだからどうなんすかね、こっから。ま、ほんまにだから2回前のチャレンジが一番やばくて、僕ら的には。しんどかったんで、その6回目か、6回目チャレンジの時。でも、まあ、6回目チャレンジの前ちゃう、その。あ、前か。なんか全てを失った時期あったんですよ。ほんまになんかアンダーファイブあったじゃないですか。あれで、その、準決勝行ってるんですよ、これ。実は。あんま覚えてないかもしれないですけど。これ結構すごいじゃないですか。いや、すごいすごい。劇場メンバーじゃない人が。で、それが5月ぐらいでしたよ。決勝5月やったな。で、その5月のチャレンジバトルがさ、その前回言ってた最下位やった回で、
でその後のサバイバルステージも敗退して、うんうん、そうですね。でその後の M1 1回戦も1回敗退してるんですよ、うん、だその8月とかに全てを失って、うん、やばかったっすよ、ほんまにもう無理やなってなったんですよ。いや確かに俺もずっとラジオ聞いててんけど、はい、あの時やばかった、やばかったっすね。でその前にそれこそなんかアンダーファイブ準決勝行った時に、はい、その前もちょっとやばくて結構険悪な空気をずっとドヨーンとしててんけど、はいはい、アンダーファイブめっちゃ受けたんやろ、だから予選でめちゃくちゃ受けて、めっちゃ受けていって、もうなんかずっとなんかまあもう無理だやめろみたいなまあことばっか言ってたけどそこでなんか受けていったまあまあいったけど、まあなんかあれぐらいでええんかもなみたいな、まあまあ全然まあまあ、あれでいけるんやみたいな感じだった。なんかちょっと意見吹き返してきたなって思ってたら、そっから怒涛の怒涛から全て失って、ほんまにネタ寿司でも無言とかで、もうその時僕こいつまた辞めるなと思ったんですよ。だからネタ寿司してて間何も喋らんのに急にこいつがボソッと、お前お笑いやって楽しいこいつまた辞めるこいつ絶対また辞めると思ってその時初めて思いました。それはあれやで、若干その俺が書いたネタを やらせるやってもらって、なるほどな、で今全て失ってる、こいつどう思ってんの僕は楽しいで、僕はもう何も考えてないで楽しいのにこいつ絶対やめるやんと思って止めなと思って悩んでる。確かにその時期に一回このこれあんま言うていこないですよ、この、うんうん、切れたりとか、うん、その時期らへん一回だけ強く言ってきた時があって、その楽しくやりたいねそうなんです、楽しくやりたい、楽しくやれたらいいのに。なんでもな、そこはやっぱ忘れてしまいがちやから、ね、いやそうです、ほんま楽みんな忘れてるなってしまって、ね、そうなんです、ほんま楽しく、ね、好きなことやってるんですからね、もうそれやから忘れるダメです、それは。うわ、そっからじゃあ乗り越えてきたもん、いやまあやっぱな、ね、このその楽しまなあかんっていうのがあったもあるし、やっぱそのな長坂のアドバイスもあって、聞いてますね。何それ？川渡さん、川渡りの長坂さん。やっぱもう自分らのおもろいことをやった方がええんちゃう？うわ、響くな。響きますよ、ほんまに。あいつら自分らのおもろいことしかやってない。ほんまにそうですよ。響くね。はい。そのおかげで、いや本当にめでたいですよ。こうなったマーティはもう強いね。ちょっと乗り越えてこのまま行きたいですね。こっからね、ほんまバンバンバンって行く感じありますよ。やっぱもう快進撃に乞うご期待ということで、はい、さあそんなマーティーも出演するニューエイジニューネタライブ、はい、2月10日土曜日6時から、はい、はい、6時から開催されますということで、はい、皆さんぜひお越しください。お願いします、お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに何番が残ってるんでしたっけ ?8 と10です。8、10番。はい、10はやばいです。行こう、これ行こう。いるなよ。8がええわ。8がええね、これは。よし。はい、はい、来ました。マーティの番号は。うお !8 番 !8 だ !8 だ !8 番です。美味しいか。取り直す。主人公かよ。というわけで、はい、ということは、はい、ということは、我々、はい、ジョックロックが、マジで、はい、10番、十だ。これはすごいですね。主催です。すごいな。私たちが鳥でーす、はい。完全にやらせなしで余った番号が10。すごいや。すごいことです。皆さん、はい、ぜひお越しください。お願いします。